確か当たらんかったっけ。トラックって確か助手席当たらんじゃない。えぐい。マーフィンさんは今度はうまい140カット、さらにリースコントロール、屋根も壁も取っている。木に物流が押し込まれて倒していく。さあ反転して倒していく。勝ってるじゃん。だいぶやっぱ強いよね。いやこれマジでうまいよ。そうよな。これでベルシアさんチームが外から出されたので落とされて、ペプさんうまい。リースコントロール入れ込んで、ここは倒していく。攻めに行きますね。さあワンボックス入り込んで、ルリさんをしっかりと倒していって、倒されたのはボブさんとボヨタさん。いやー踊っている。ピナサワ対決。さあ後ろからちょっと難しい、当てていく。ただこれは倒しきれないか。いやまだ攻めるか。さあ張り替えた、うますぎる。エピックオイルを倒してリートも倒していく。場所さえ分かればスパイダーマンで一気に追っていけるんで、車の音で把握したか。さあ行きますね。これはクローザーさんは逃さない。トラックよりもはるかにスパイダーマンの方が速い。さあここで乗っていく。そして乗って当てていきたいけど、これ確か当たらんかったっけ。トラックって確か助手席当たらんねえじゃん。えぐい。もうやばいな今の食らいつき方、怖いんだけど。いやあんなもうホラーゲームやけどな。アルフィンさんが割られている。反対側はラルさん。さあそして突っ込んできたのはアリスさん。アリスさんたちがここは囲っている。さあ逆に囲いに行った。さあラルさん囲われたが、アリスさんが後ろからカバーして、さあここであと1点。ただお互いあと1点。そうなるとこの速攻性のある回復が強いか。さあ一旦ラルさん落ち着いて素早く回復して、ここで戦士倒していく。ここはしっかりと。さあアンチが戻り、アンチここはもう素早く立てずに、やはりハイグラムーブをしっかりと考えてるチームはここら辺ちゃんと見てますね。ザゴーさんの持ってる資材の量がそんなに多くはないんで、リフレッシュは必要そうですね。ハイグラを常に維持するだけでは苦しいか。さあシュンシャンさんに対して当てていく。5点カットぐらいしていったか。さあここはまたハイグラウンド、床は鉄2枚で広げていくんやね。ちょっと珍しい気もするな。床鉄2枚やっぱり直乗りされると。さあここは落としていった。どうしても弱いイメージはあるけどね。さあいやすごいな。なんかもうもはやあれやね、道を作ってるね。屋根じゃなくて床なんよな、これ珍しいね。屋根の方がいい理由はやっぱり直乗りした後階段を張りにくくなるんで、屋根やったらね。だからみんな結構ね。いやーさらにエイム強すぎる。MK で2匹か。そしてハイグラからやはりスパイダーマンで物資を取っていきますね。これが強いよな。もうこれはハイグラ取れない、取り返されないやろね。クローザーさんとイッケシーさんとは生きている。さあここで落とし込み、うまい。建築編集で落とし込んで合わせないところをしっかりとやっていきましたね。さあここは張り替えて、いやー下から SMG 編集読みでしっかり OK にしてましたね。ただここのタイミングでクローザーさんが単独リフレッシュ、リフレッシュ成功させているキシンさんが一旦待ちですね。さあ後ろからちょっと難しい、当てていく。ただこれは倒しきれないか。いやまだ攻めるか。さあ張り替えた、うますぎる。エピックオイルを倒してリートも倒していく。クラッチして2匹か取って、さあここでまた、あ今クローザーさんもカバー入れてくれてましたね。クローザーさんも撃破1個取ったか。さあアメリカに CD を落として、やはりここは強いか。撃破がどんどん増えていきますね。今回はまた10まで増やせるか。ただやっぱりハイグラを見るチームではないんで、ハイグラロードさん、ザゴーさん、ローグラウンド、ウィッケシーさん、クローザーさんの 2v2 がまた見れるかもしれませんね。さあここで SMG、 コヨタさんは違うチームに落とされましたね。残りは6チームで10人残り、ほぼほぼデュオですね。ほぼほぼデュオ。さあウィッケシーさんとクローザーさんは一旦アンチ待ち。場所は下りアンチやけどほぼ変わらないね。記憶があんまり変わらない。となるとここのセカンド配当するか、どっかのタイミングでハイグラと勝負かけるか。さあ下からのプレッシャーがあまり今ないんで、そのうちにウィッケシーさんとクローザーさんはハイグラを処理してしまおうというムーブで上を勝負かけに行く。下からの SMG であと 1HP 削っていったが、まだ登らないか。スパイダーマンでも登れるぞ。さあただまだ削り落としていく。さあそして入れ込んだ。ウィッケシーさんがさらにクローザーさんの愛の手でハイグラウンドを倒していく。いやーうまい。登らないんやね今の、高すぎるからか。さあそして相手ハイグラ1になったところをしっかりとさらにジャンプ打ちで当てながらクローザーさんも登っていく。下にはウィッケシーさん、上にはクローザーさん、しっかり挟み込んでハイグラを落としきって取り切って4撃か。そして 2v2
2v2 下はマーフィンさんとワイルドオークさん。ここの 2v2 一旦ウィッケシーさんたち落ち着きたいが相手もうまい。ここはワンボックス一旦止めれた。さあクローザーさんがマーフィンさん落として、ただ落とされて、ただ 1hp。 ここは粘り切ってウィッケシーさん、クローザーさんが銃撃か。ビッグロイまで取っていく。フッティースキスタウン落としたのかな、倒したのかな、いや落とされたのか、いやーこれ入り込んできたのか。なるほどなるほど、これで一気に物流で落とし込まれて倒していく。さあ反転して倒していく、勝ってるじゃん上から張り替え、これ感づいてますね。うまい、ただジャンプ打ち、うまいこと60カットで当ててきて、ワイルドオークさんはもう一度ゼロくんさんに狙っていこうというところを、マーフィンさんは今度はうまい140カット、さらにリースコントロール、屋根も壁も取っている、全てを取って一撃か。ここで取って、いやー火力が高すぎる。そしてマーフィンさんは相手が逃げる前に詰めていく。マーフィンさんは感づいてるぞ。アルフィンさんは全く動いてないんでサウンドエフェクトすら反応しないとは思うが、マーフィンさんはそこの角、さあちょっと当てられて、ここはまだ体力差あるんで逃げられないように落ち着いて、ここでワイルドオークさんと合流を待ってからしっかりと倒していきますね。今のところはルリさんたちの方が有利に見えるけどな、体力分かってますね。さあここは疲れていないところをシンプルに編集打ちに当ててきて、ああ回っていく。さらに託書のように入り込んでオートの力、一気に奥に壁、ここは読んでいる。登って有効打、先に割った方が勝てるかどうか。バッタミーター、うまい。さあ最初にインコーダーを取ったのはキングさん、さらに側面ついてここで一人倒して、もう一人、ここはもう SMG のゴリ押し貫通ボックスジョインで、さあ階段付けで相手は逃れることなく4撃かプラスで近くついてきた。さあコアさんとライムさんに対してもまだまだ勝負挑んでいくか。A2 勝負、さあ入っていく。さらに2人でダブルパンチ、1枚落として、残りのライムさんも屋根で落としたが、ライムさん逃げがうまい。ただここ、いやどうだ、ボブさん外からのアサルトも怖いが、まずはコヨタさんを各入れられないようにしたいですね。ここのタイミングからもうリブート難しいで、うまい。さあここはついている、倒しきって合計で6撃破。ペポさん、ルナさんはなんとかアンチは入れてるものの、勝負に行く。さあメルシアさん割っていくか、割られて、さあルナさんは逆にここを勝負に行きたい。まあ、物資が少ないからな、外からのアサルト一気に撃たれてはいるものの、ダウン取ってますね。ダウン取ったのは違うチームか。これでベルシアさんチームが外からのアサルトで落とされて、ペポさんうまい、リスコントロール入れ込んで、ここは倒していく、うますぎる。さあそして攻めに行ってるか、ここはルリさんたちが攻めに行きますね。さあワンボックス入り込んで、ルリさんもしっかりと倒していって、倒されたのはボブさんとコヨタさん。いやー踊っているピナサワ対決、ロッキーリールズ勝負。ここは相手これ直かぶせいってるか、なんか音的にグライダーかぶってますね。さあ取られた、いやーこれは相手のスライディングが刺さっていったが、しかし落ちてるか、いや落としてるね。これはあれか、落下で落ちてますね。ゼロくんさんがスライディングで完璧に武器は取ったものの、今のその勢いでだいぶやっぱ強いよね。いやこれマジでうまいよな、そうよなこれはしゃあない、しゃあない、ゼロさんが悪いというよりか、まあ噛み合わなかっただけよなこれ。いやーしゃあないで、これだってゼロさんが武器取れてるからね。飛車取った、振り向いて当てたろうって思ったら、スライディングの感性って視点の方向じゃなくて最初にスライディングを入力したキャラクターの方向に行くから、視点は多分マウフィンさん向いてたんやろうけど、体はそのまま外にダイビングやったなさあそしてマーフィンさん気づいてますね。マジでマーフィンさん嗅覚がすごいよな、敵の隠れる位置とかをちゃんと気づいてますね。ここで倒していったと。トゲリウムさん、ガイドさんデュオ対、さあゼニガイさん、メーカーさんのデュオ。ここでトゲリウムさん合流したが資材がない。さあワンボックス振り込まれて、メーカーさんの方に合流していく。さあどうした、固まった、クラッシュしている、かわいそすぎる。今の瞬間、行くしかなかった瞬間でクラッシュは、かわいそすぎる。さあそしてゼニガメさんもかなり苦しい。ここでネイカーさんの物資も拾われて、クラッシュで落ちたのであればリブートバーン触っても復活しないからな、これ倒すしかなくなってくるよな。さあ人事件が落ち着いて間違いない。さあここは攻めに来るが、ゼニガメさんもスライク、うまい、カウンターうまいが、うまい、いやー惜しい、今階段張れたらワンチャンあったが、ここはついにトゲリウムさんとカイトさんが落としていきましたね。ただそれをしっかりと見ているのはやはりここ、イッケシーさん、クローザーさんは逃さない。
逃さない。1対1の勝負ではなく、やはりバトルロイヤル。ATC さんたちはこういうプレイングが本当にうまい。さあ、起こしてリートは何も持っていないし、これはバレてますね。来るのはワイルドオークさんと、ワイルドオークさんと、マーフィンさんか。さあ、マーフィンさんとワイルドオークさんが、エピックオイルとリートと勝負するか。リートがハンドガン一丁しかない。ただ、当てられている。エピックオイルも苦しい。さあ、リートのハンドガンが刺さるかどうか。押し打ち。エイムはいいが、さすがにこれは落とし切られて、マーフィンさんとワイルドオークさんが合計で4撃か。あ、ロードさんがボブさんを倒している。ロードさんたちすごいぞ。ロードさんたち、着々と1位に向けて伸ばしてますね。合計で5撃か。ワンチャンあるぞ。さあ、ここでコエタさんまで落とすことができれば、ロケ撃破、あとちょっと。いやー、惜しい。ここはコエタさんが粘り切って、ここで核入れられると厳しい。さあ、触れるかどうか。触った。触った。1秒で触れた。さあ、あとは漁夫が来なければ、なんとか生き残るか。つないだぞ。これはでかすぎる。触れた。さあ、アンチが来てしまうが、いやー、でも大丈夫。チャンスプがあったわ。いやー強い。6撃破合計で18ポイント撃破で取ってるからな。資材は5枚、ミッケシーさんもあと3枚くらいだと思うんで。さあ、ここで SMG 必死で落とし体が耐え切られて、アンチマッチですね。一旦アンチマッチ、湖アンチ、この高さでも大丈夫。さあ、高さは変えずにワンボックス勝負していきたい。ここは SMG シンプルに倒していく。ここでリブルさん落として、資材はそんなに取れていないが、さあ、ミッケシーさんも倒しているか。ミッケシーさんのディスコード資材を取れてますね。いやー、クローザーさんが落とされて、そこを出てきたところをミッケシーさんは間に合うか。さあ、当てたわ、当てた。白止め、鉄壁張られて、これは攻めに行けないか。いやー、鉄壁いいですね。相手もいい判断。さあ、ミッケシーさん一人のムーブ。体力が1個あるものの資材がないですね。残り100しかない。真上に1チーム、ここもまだいけないか。体力一旦回復して、ワンボックスは作れてるけど、あと2枚しかない中で最終アンチワンボックス囲いませんね。ただ湖アンチやからな、勝手に人が減ってくれるか。さあ、ここでナイトルさんを倒して一撃かプラスで順位も取っていく。残り6チーム。さあ、このゴリ押しもしっかりと反応して、カウンターは見ている、落っついている。さらに撃破を重ねて6撃か。残り4チーム、6人4チーム目から 1v1v2、 これは2か。さすがに苦しいが、ワイルドオークさんが、いやーけど1人か。アイオさん1人で 2v1v1、 これはさすがに苦しいね。さあ、ローグラウンドがしっかり落として、さあ 2v2、 うまい。ここで、いやー、味方落とされて資材は8枚はあるものの、さあ、ここでローグラウンドは見えていないか。当たってはいるものの、いや、エピックコイルは落とされて、リート単体のムーブ、ここはちょっと難しい。デイリービューグル上りアンチ、苦しいですね。ここでまたジャンパー見つけた。さあ、ジャンパーの民情できる。ここから右大外回り、アンチ入れそうな雰囲気ありますね。さあ、コアさんもセールな進行。リートの小さな窓から狙っているが、ここは見えず、もう一度スパイダーマンで前に前に行きますね。さあ、ここからアンチに入った。アンチ、さらに進行アンチ、これは前に飛んだのが功を奏して、うまいこと移動できそうですね。ここら辺はガツガツいきませんね。結構リートは今みたいなシーンも行くイメージだったけど、丁寧に丁寧に動いて、リートは本物ですね。 ESMFTX、 さあ、また左側面から斜面を使って一気に下っていく。サクッと、いやー、ショートカットがうまいですね。資材の節約の仕方もうまい。丁寧にここ入って攻められてもないからな。さあ、 SMG 差し込んで打ち放題、ここは倒していく。さあ、そしてここで格殺入れたらスパイダーマンで物資取りたかったが、アンチが来る。一旦アンチ優先して、さあ、戻りアンチ、これは物資の方向に行くか。さあ、ここ引っ張っていきたい。なんならもうキャラクターで近づいて、美味しすぎる。いやー、でかすぎる。しっかりと見えていた。ミニポール取れるし、チャグスプ、チリチャグもここで使ってしまえれば。さあ、2人が突っ込んでくる。これは一旦落ち着いていいですね。まあ、物資は仕方がない。弾は増えてるし、資材も取れてるんでいいですね。今の人数不利をしっかり把握してからすぐ逃げて。いやー、ブリッジさんたちもちょっと苦しいですね。さあ、ここでまた一旦落ち着いて、さあ、シュンシャンさんがここでヒートを落とされて、ヒートはさらに資材を増やして、いいですね。いやー、この高低差も含めて全体的に場所取りもいいですね。しっかり丁寧にペイントを買わないのがすごいね。金の SMG、 そしてもう一丁。さあ、終盤になったらもう MK もいらないからな。ここでもう一度先端にしながら
最終ワンチはデイリービーグルの斜面を常に渡り歩く形ですね。ちょっと難しい。ただ高さ、リートの高さは良さそうだ。ここを後ろからただ当てられているか。一旦落ち着いて。資材は残りキー400。下からこれ上がってきそうやからな。さあ、リートの拠点に戻っていく。しっかりまた先端取って。丁寧ですね。さあ、そして出てくるところを距離感保ちながら、ゴリ押しだけはされないように。さらに SMG、白ダメ。1点当たったら白ダメだったんで、これは攻めたい気持ち出てくるか。いや、ローグラウンド。ローグラウンドに行く。さあ、残りは4チーム、6名。1対1対2対2ですね。さあ、さらにリートはローグラウンド。下がっていく。強いぞ。これ、あるんじゃないか。どこまでいける？全然これ、あれやな、2位までありそうですね。さあ、1チーム。ああ、ただローグラウンドに反応してきたチームが1チーム。さあ、ローグラウンド勝負。ここは SMG 外さない。さあ、1V2V2。1V2V2 がこれローグラウンド。攻めて、いやー SMG 止められない。デニガメさんとネイカーさんがローグラウンド。ハイグラウンドは誰が生きている？ハイグラウンドはやはりここロードさんとザゴーさんがハイグラ強い。さあザゴーさんがちょっと見るが、そしてここでスパイダーマンでデニガメさんたちが一気に上がっていく。ハイグラからローグラウンドに押し込まれてしまうか。いやザゴーさんはすることができない。ゼニガメさんのうまい飛び出し打ち、ここで1段を取っていく。ロードさんはただ回復しっかり持ててますね。ここら辺は回復勝負になっても大丈夫なようにしっかりと耐え切って、いやー凄まじい。蓋を開けてみれば40ポイント差。圧倒的1位クローザーさん、イッケシーさんがアジア1位、3連続。いやーかっこよすぎるね、これは。止まらない。止められない。3週連続アジア1位。